銀南坂は、上手における東五番町通りの定前寺通りから、広瀬通までの区間銀南坂は、宮城県仙台市青葉区、本町の西木町公園前交差点から中央二丁目交差点に、かけてある坂の通称、あたごかみ通りを通す。17世紀初頭に、仙台城下町が開かれた際、広瀬川の菓子団球のうち、仙台上町団休と仙台中町団休の間に、 ある古城の弾宮崖の上に沿って、月期町と、下京院通りが、下に沿って、東3番、定2と元寺工事が作られた。崖上の上町弾球にある南北道の上杉山、2の南端は、北一番町、外下の中町弾球にある南北道の日吉町の北端は、元寺工事であったが、弾宮崖の上下の両者をつなぐ道はなかった。 第二次世界大戦中の1945年7月10日、仙台市街地は仙台空襲により焦土と化した。戦後になって特別都市計画法に基づいて戦災復興都市計画が作られ、1946年5月に仙台特別都市計画復興土地区画整理事業の区域が決定し、1947年2月より、 戦災復興土地区画整理事業が施行された。この時、東、五番町を拡幅の上で、日吉邸を取り込んで北に延長し、段急崖に振動を建設して、上杉山道の南端に接続する道が作られ、また、元寺工事の南側に、東西道の広瀬2が作られた。この振動には、空襲で失われた森の都の緑を再生するため、中央分離帯及び、 両側の歩道に街路樹としてイチョウが植えられた。1980年代初頭にこの坂道を含む南北道はアタゴウエスギ2と名付けられたが、新道の内西基町公園前交差点から中央二丁目交差点にかけての段急崖にある坂道は大きく育ったイチョウの並木道からいつしか銀南坂と呼ばれるようになった。現在、道路は片側三車線であり、 周辺には透明省を用いる施設が多く存在する。また、東坂は本町七坂の一つに数えられている。銀南坂に面して立つ亀名仙台グリーンシティビル。1階に、デート FM の銀南坂スタジオがある。ありがとうございます。